ション高えな。おお、早速威厳のかけらもない坊主ネコレイ。ニコなんかやらかしたの？そういうことですか。そうそう、くだりのスターかな。今取り込み中、見てわかんねえか。女子、助けてくれ。あ、頭にあったのよ。何もしてないよ。何もしてなくて怒られるわけないでしょ。てか怒られる聖徳王ってなんだよ、みっともない。そうそう、全然わかない。せーな、お前なんで今そんなにつくだみ開けたいんだよ。飯時にしろ、飯時に。飯時にすっと開かないとイラッとするゼロ、イラッと。広まんは冷めるゼロ。お湯のつくだみは事前に開けておかねばゼロ。ああ、じゃあお前もうあれだ。風水で開けろ。風水で開けろって何？開くわけないゼロ。風水ってそういうもんじゃないから、適当に捌こうとすな。誤解なんだよ。今朝方洗濯中に私のマントの内ポケットから別光のかんざしが出てきちゃってさ。あのマント内ポケットあったんだ。ふとちゃん貸してみ。ほう、鬼の力に天狗の速さとはよく言ったものじゃの。感謝するぞ、ゼル殿。って。でもニコ、それ有罪。だよな、見ろよこれ。すげえいい匂いすんだぜ。多分持ち主はドインランだ。何それ、すごい決めつけるジェントジリン。しかし証拠能力の強めな物証ですよね。女が人前でかんざしを抜き、髪をほどく状況なんてそう多くはありません。表になるのは結構なことですけど、火遊びには往々にして後始末の手間がかかります。浮気がどうとかじゃなくてだな。うちは曲がりなりにも宗教組織で、大使様はその頭なんです。特定の誰かをひいきにして若度が立ちますし、信者送ってるなんてだいぶんはばからぬ噂が立ちかねません。だから何度でも言うけど、それ落とし物なんだよ。何日か前に里の外れで拾ったんだ。私なら多くの人を集められるから、演説の折にでも聴衆にかんざしの持ち主を尋ねようと懐に入れたが、本来の用事を済ますうちにそのことをうっかり忘れてしまった。じゃあ、ニコは悪くないか。少なくとも不正云々の話ではなさそう。女子は味方。ほんとかなぁ。トヒコは保留。ふむ、前のより味がまろいのう。ふとはつくだに。苦しい言い訳ですわね。女の敵だなぁ。せいよしはエネミー。ああ、もう頭きた。プチ家出してやる。まあ、たそんな子供じみたこと言って。女子ついてこい。ちょっと外でお酒引っ掛けよう。私来たばっかなんだけど。いいじゃないよ、スズメの屋台でも探しに行こうよ。付き合ってあげてくださいな、レミリアさん。多分その人夕方から一杯やりたいだけですわ。そういうわけだから、ソガちゃん、こいつの世話は任して。おう、悪いけど頼むわ。適当なところで帰るよう言ってくれ。大使様、晩飯は作りませんからね。それでいい。たまにはこういう日も必要だ。ああ、そのかんざし捨てないでくれよ。本当に誰かの落とし物なんだから。へいへい、お気をつけて。ここ、女子の部屋か。なぜこんなところで寝ていたんだ？昨晩の記憶がない。う？なんだこれ、体の節々が痛む。お、レミリア起きた？ニコ？なんで私のベッドにあんたがいんの？君も覚えてないのか。どうやら私たちは昨日しこたま飲んだみたいだね。体は痛まない？私だいぶ痛いんだけど、どっかで転んだのかなぁ。忘れたの？私吸血鬼よ。一度寝て起きりゃ腕がもげてても治ってるわ。もしかしたらあんたと一緒に転んでるかもね。これってあれだよね、ハングオーバー会ってやつ？朝目覚めたら隣に誰かいて、記憶ないけどやっちゃったかもしれなーい、みたいな。おっかないこと言わないで。ふふふ。見たまえ、二人とも外着のままだ。君に至っては羽を隠すために貸したであろう私のマントすら羽織りっぱなし。一線は越えてないだろう。うんわ、行儀悪い。こりゃ相当猛録してたわね。羽隠してるってことは里に行ったのかしら。かもね。ちなみに私は外着のまま寝ちゃうこと結構あるよ。ソガちゃんに怒られるでしょ。ああ。女子、なに？棺がある。ああ、それ、たまにその中で寝たりするのよ。意外とステレオタイプな吸血鬼なんだな。うっさいわね、これが結構落ち着くのよ。でもおかしいわね、普段はベッドの下に収納してるんだけど。かすかに寝息が聞こえる。中に誰かいるってこと？女性のようだ。さしずめジェーンドーね、墓暴きしましょ。あんた得意だったわよね。私は墓から出てきた側だ。あと厳密には霊廟と墓は違うぞ。あー、びっくりしたもーん。他者の接近を察知できないことには慣れてないんだ。もう少し気を使ってくれ、ザヨイ殿。昨夜、どうしたの？何か用？ご様子をお伺いに。お嬢様ったら昨晩は大変酔っ払ってご帰還されましたので、大きなお荷物を引き連れて。多分私のことを言ってるんだろうから詮索するが、私は大変早速やんごとなきお荷物だ。そばに置くだけで人生を正しい方向へと導くご利益がある。お荷物は訂正しねえんだ。酔っ払いはすべからくそうでないものにとってお荷物だ。それを認めなければ酒をたしなむ資格すらない。ありがとう、イザヨイ殿。きっと君が私たちをここまで運んでくれたんだろう。
足元もおぼつかないご様子でしたので、ひとまずこちらに。するとすぐにお二人とも眠ってしまわれたので、お部屋を開けることはいたしませんでした。おい見てねえお嬢様に変ないたずらしてねえだろうな。急に怖いよ。何君二重人格なの。何もしてませんってば。嘘ついたらナイフ千本ノーマス。針じゃないんだ、ナイフなんだ。そんなん次の日絶対お尻大変なことになるじゃんか。針でもなるわ。てか次の日まで生きてらんねえわ。どうでもいいけど瞬きしてくんないかな。怖いんだよな。ありがとう。本当に何もしてないよ。私たちだってそれを今一番に確認したんだ。そうよ昨夜、安心して。ニコは酔ってたって私の嫌がることはしないわ。そんなとよさとみみ様のことですもの。もちろん信じておりましたわ。どの口が言うのやら。この口です。その口今しがた私にナイフ千本飲ませようとしてましたけどね。何かしら。ちょっと行ってまいります。え、今あの子なんで笑ったの。またかーみたいな感じだと思う。自分家で爆発音聞いてまたかーってなるかな。普通こうまでいはどういうわけか爆発音聞き慣れてんのよ。そういうもん。そういうもん。そういうもん。横やり入ったけどこれ開けちゃいましょうよ。ああ、ゆっくりね。起こさないようにちょっとずつだよ。なーに遠慮してんのよ。飛んだびっくり箱かもしれないだろ。女の子の寝息がしたからってこの幻想郷じゃ鬼風邪かもわからん。ねえ、もしこれが酔った勢いで里からさらってきた人間とかだったらこの場で気吸っちゃっていいわよね。その場合は里に返します。いかに君といえど私の前で人間に危害を加えることは許さんよ。頭の固いヒューマンサイダーだこと。赤髪。じゃあメイリンさんかコアちゃん。わかんない。どちらにしろあいつらが自分から私の寝具使うわけないから、私が無理やりぶち込んだってことよね。棺桶は寝具じゃなくて装具だけどね。何にしろだいぶ迷惑かけてるな。マジで何があったんだ昨日。確か前回を出てミスティの屋台を探したけど全然見つからなくて、結局里で飲むことになったのよね。待って、女子回想図雑じゃない。ちょっと記憶遡っただけでこんなにビジュアルのグレード落ちることってある。その時に私あんたのマント借りて羽を隠したのよ。あ、スルーですか。里に入って大通り沿いに良さげな居酒屋見つけて、ちょっと思い出してきたぞ。飲み始めてしばらくして隣のおじさんが絡んでこなかった。ああ、確か私そのおっさんに目鼻立ちが日本人離れしてるとか言われたような。そうそう、人間ですらないことがいつバレるかと向かいの私は肝が冷えたよ。里には妖怪ウェルカムな店もあるにはあるが、あの店は大通り沿いということもあってそういう感じではなかったからね。てか里に行くって分かってたらかんざしの持ち主探しできたんじゃね。それは酔ったおじさん以上にリスキーだ。君は悪魔連れの成人に大衆の地獄を集めろというのかね。まあそっか。とりあえず私の記憶はここまでかな。私もそんなところだよ。あ、今のうちに言っとくけどこのことは閉じ込みは黙っといてよね。わかってるわよ。私だってニコの面倒見るとか食いたて前何も言えないんだから。もういっそ忘れたままにしときましょ。私はこうして自分のベッドで目が覚めた。それだけで丸儲けよ。ニコがすっ飛んでくるような案件ならいざ知らず。およ。勝手に入るわよ。ニコがすっ飛んでくるような案件だったのでは。そのようね。お霊夢、美しっかんなぎよ。まさか悪魔の館で君に会えるとは思わなんだ。私はここに豊里耳がいること知ってたけどね。霊夢、私に何か用？かけ花札の付けならこないだ払ったわよね。今のアコギな文言は聞かなかったことにしよう。ご勘案いただき誠にありがとうございます。私に何か用じゃないわよ。あんたたちが昨日のことちゃんと反省してる紙に来たんじゃないの。やっぱり私たち昨日何かやらかしてるっぽいな。ぽいなじゃないのよ。やらかしたのよ。まさかとは思うけどあんたら記憶ないわけ？残念ながらな。まったくもう。いい？酒飲みの罪は二つ。一に曰く、周りに迷惑をかけること。二に曰く、それを忘却することよ。私たち昨晩何をしたの？酒の席でテンションぶち上がったレミリアの羽がボロリしたの。ていうかレイムまで回想図のクオリティ低いじゃん。女子もそうだけどなんでこんな頭ん中子供の落書きみたいなの。しかも悪いことにあの店の店主は信心深くて、妖怪や霊をひどく怖がるタイプだったの。ほんでやっぱりスルーだしさ、自然と同じようなメンタリティの客が集まってたみたいで、店内は大パニック。しかも何を勘違いしたのか恐れおののく客たちに向かってレミリアが、レオンを食べちゃうぞー、なんて霊の名言を言い出したわけ。ニッコニコでね。あの状況でそれは絶対握手じゃん。ビビり散らかしてる連中にそんなこと言ったらそれはもう冗談でもファンサービスでもなく純然たる捕食宣言なのよ。私がたまたま近くを通りかからなかったら大騒ぎ不可避だった。決めた。私もう一生酒飲まない。アセトアルデヒドの海に似たうちはみんなそういうのだ。見てろ、明日の夕方にはもう飲みたくなってる。私に弾幕でコテンパンにされたことを思い出せたら半年は断酒できるわね。私が勝負したの。聞いたわよ。私たちに勝てたら里から立ち去ってやろうとかほざき寄るから。あんたが言ったのよレミリア。確かに。いい機会だから私のモットーを教えとくわね。立ち腐
がるやつ、足引っ張るやつ、引き分けのないやつ、すべからくぶっ飛ばしてた。弾幕勝負したから体中痛かったのか。さては手加減しなかったな。命定してるとはいえ、あんたたち二人を相手に手加減なんてできるわけないでしょ。こっちサイドにまあまあ使えるモブでもいらー話は別だけど。すまなかった、反省しているよ。ねえレイム、ここに来るまでに誰かと戦った？ええ、門前でメイリンと、大階段前で昨夜と、今頃二人とも伸びてる。門にメイリンいたの？門番は門前にいるもんでしょ。あんたまだ酔っ払ってんの？はぁ。ああ、よく寝た。メイリンじゃねえじゃん。そのようだね。ああ、あんた。棺って意外と寝心地いいのね。だ、誰？あなたは豊里耳のみこさんね。そちらは私を知らないだろうけど、高名なあなたの情報は里にいれば耳に入る。確か、目覚めただけで大異変を起こす程度の能力。違います。二つ目はもう少し寝ていたかったお寝坊さん。違いますよ。いて、こっちのお嬢様はレミリア・スカーレット。あなたの殿下はすごいわねー。かつてある吸血鬼が侵略的かつ凶悪極まる異変を起こし、スペルカードルール制定のきっかけになったなんて、わからの噂じゃない。証拠だけ証拠。食用病かしらーから抑えたくてうずうずしちゃうね。やってみろ、返り討ちにしてやる。挑発に乗るんじゃないのレミリア。そいつそこそこ手だれよ。あ、ゲームこいつ知ってんの？ミコさんとは機能長の中じゃないから。まさに旧友。その旧友に私、牢屋にぶち込まれて監禁されたことあるのよね。あの時はごめんなさいね。深い意味はなかったのよ。二人とも聞いた？こいつは深い意味もなくそういうことする鬼人ってことよ。もう何が何やら、申し遅れました。私こういうものです。こと、姫、警察官。そう、幻想郷の警察官。次世代の弾幕プレイヤーには馴染みのない名かもしれませんけどね。美しい、美しいよ、君。始まった。しなやかな赤髪に絹のような肌、それを浮き彫りにするエキゾチックな打ちかけの着こなしは、露出ばかりが女の艶ではないという高尚な思想を体現しているかのようだ。この後空いてるかな？私の勧める茶の味も、そしてこの私自身も君を決して後悔させ、その寝癖、どうやったらつくの？あーこりゃ脈なしだな。あの橋姫ですら私のナンパポエムぶった切って髪型ディスったりしなかったもんな。本題へ移らせていただきますが、私はある捜査のために高魔館に来ました。何だいかしこまって。紛失届が出されている物品がありまして、それをこちらの聖人様がお持ちとの情報を入手したもので、もしかして烈光のかんざし？その通り、実は昨晩、私を二人と同じ店で飲んでたんです。警察官にだって憩いのひとときは必要ですからね。梅水晶と辛口焼酎で心は夢時空ってなもんで。梅水晶？海のない幻想郷で負荷は取れんだろう。あとそれを言ったら佃煮はよ。言っておくが佃煮イコール海苔ではないぞ。まあ海苔の佃煮が手に入らんでもないがね。うちだって海苔の佃煮くらい手に入るわよ。大会へのアクセスルートがあるんだから。ああ、だが里の飲み屋が海苔の佃煮を仕入れられるか？ちょっと黙って、あんたら佃煮うっさいのよ。梅水晶どっか行っちゃってるじゃないの。いや別に私梅水晶の話が聞きたいわけじゃないんだけど、佃煮がものすごい勢いで話を脱線させてくるこの感じは何なの？私たちにとってはちょっとタイムリーな話なのよ。昨日の今日だからね。そう、昨日の今日。昨日の今日で物述べのきた。そう、蓋がね、開かないのよ。片や私閉じ込み怒られて泣きすんだったのにその傍らで。うおーってね。うなってんだよね。あはははは。やめて。うちわで盛り上がんな。あたしまだ物述べの蓋のくだりで。ほえー、ってなってる段階だから。あの店の梅水晶は鳥の野原軟骨よ。あーあんたも大概マイペースね。話戻していい？どうぞ。ごめんねなんか。だから、昨晩同じ店で飲んでたってとこまで話したわよね。で、そんな折聞こえちゃったんですよ。はぁ、あ、閉じ込みは誤解されるし、こんなことならあのかんざし、持って帰るんじゃなかったよ。うわ出たよ階層で急にクオリティ下がるやつ。何これ流行ってんの？とまあ聖人様は落とし物と分かってそれを持ち逃げしたわけで、紛失届は盗難届に上書きされました。いや、ちょっと待ちたまえよ。私は取ってなどいない。なんだよもう、今回私誤解のオンパレードじゃないか。なるほどね。その件で琴姫が職質の機会を伺ってるうちに、レミリアの妖怪バレリアン発生ってわけ。おまけにミコさんが突ってきてドン立ち始める始末。おかげで捜査方針の変更を余儀なくされた私は、ほとぼりが冷めるのを待って二人を尾行し、やさを見つけて万全の体制で謙虚に臨むことにしました。というわけで高魔館へたどり着いたのですが、なんとそこには屈強な門番さんが。バトルだな。この中国美人をどうにかしなきゃいけないと思ったヤマトナデシコは、こんな時のためにこさえておいた自作のガサ状を、虎の子よろしくケツの鼻っ柱めがけて突き出してやりました。こういうことだから、入らせてもらうよ。なるほど、致し方ありませんね。致し方なくねえわ。何やってんだあいつ仕事舐めてんのか。ガサ状自作し
してることには誰も突っ込まないのね。それから館の主の部屋を探し当てた私は、爆睡中の星を起こさぬようにサイレントラサイレを始めました。お目当ての物は出なかったものの、なんとベッドの下から棺桶を押収。囚人の運びとなります。なんでだ？マジでなんでだ？職務中だろう。寝ちゃいかんよ君。吸血鬼の部屋から棺が出てきたらちょっとテンション上がるし、寝てみたいと思うのは自明のりでは。あれで本当に寝ちゃうやつがあるかって言ってんのよ。目と鼻の先に棺のある人だぞ。言ったでしょ、琴姫は鬼人変人。丁寧に突っ込んでったらキリがないわよ。事情はわかった。ともあれ私たちは、幻想郷の治安維持者2人からそれぞれ別の容疑罪状で追い回されたわけだ。そのようね。琴姫殿、君に紛失届を出した本人にお会いしたい。にゃーん。私はあの落とし物の持ち主をこの手で探すつもりだったのだが、情けなくもそのことをうっかり失念していたんだ。私が持ち帰らなければあのかんざしはもっと早く持ち主の手に戻っていたかもしれない。そのことを本人に謝罪したいのだ。本来なら被害者の身元を公表することはないんだけど、あなたのような聖人様がそういうおつもりなら、今回は特例ね。いい？一回しか言わないからよく聞いて。本件において届け出をしたのは、幻想郷在住年齢不詳の超絶美人警察官、琴姫さんです。お前かい。謝罪はいい。むしろあなたに拾われたことも、昨日あの店にいてくれたことも私にとって幸運だった。さあ、返してちょうだい。わかった。じゃちょっとこっち来て。豊里耳のここ空いてますよってか。今下心出す時じゃないわよミコ。忘れたのか女子。かんざしはとじこに預けてある。心霊病は遠いが私ならひとっ飛びだ。え、もしかしてワープできるの？ん？瞬間移動にもいろいろあるわよね。聖人様のあるような感覚。ふわって感じ。それともギューンって感じ。正直なところ同伴者がどう感じるかはわからない。ものは試し。さあ飛んで。早く早く。ふわ、ちょっと。ほら早く。コーチンは逆らわないタイプね。そのコーチンの向く先が今回みたいに当たり障りのないものばかりならいいんだけど。あれのどこが当たり障りないっての？興味が湧いたからって昨日今日知り合ったやつと躊躇なく密着できる感覚が知れないわ。お嬢様も耳の人と初対面で抱き合っていました。昨夜。あら、目覚めた？先ほどは大変お世話になりました。やってくれたなこの野郎。悪いわね。あんたもメイリンも一丁前に仕事しようとするもんだから私もつい力んでって。ほらもう早く早く。わあ、わかったから動くんじゃない。そう暴れられると思わぬ場所に飛んでしまう。言ったわね、あの人は？イカれた女よ。耳の人、なんか不穏なこと言ってなかった？思わぬ場所に飛んでしまうとかなんとか。ミコの弦を借りれば、今回は5回のオンパレードだものね。私を清めちゃった。ああ、ほらもうこういうことになる。てかあれー、この匠覚えあるなー。5回ですや、さすがに無理でしょ。これはもう5回では通らんて、証拠どころか現場が丸ごと卓上にワープしてきてんすから。あの、釈明の余地とかは、あげますん。どっちで？本当に歩いて帰るのかい？里までワープで送るよ。綺麗だから歩くわ。ワープはあまり気持ちのいいもんじゃなかったし。あのメイドさんは何？あなたのマントや履物を持って突然目の前に現れた。いざよい殿、高魔館のメイド長だ。時間を止められるんだよ。私のとは仕組みの違う瞬間移動ができる。へぇ、それはご体操な。彼女が来たのは女子の指示だろうな。忘れ物を届けるついでに彼女が事情を説明してくれなければ、我々はあのまま雷に打たれて丸焦げだった。そ、命拾いね。あの門をくぐれば旋回を出られる。少し先に見える禍々しい寺を突っ切れば、里までは一本道だ。ありがとう、お世話になりました。ねえ、琴姫殿、せっかくだからかんざしつけてみてよ。きっと似合うと思うんだ。私かんざしなんてつけないわよ。これただのコレクションだから。はぁ、あ、中古のかんざしコレクション。ん？収集癖があっていろんなもの集めてるの。だとしても中古のかんざしはちょっと理解に苦しむなぁ。これすごくいい匂いがするの。それとじこも言ってた。多分前の持ち主はいないよ。それとじこも言ってたぁ。こうやって想像させるのは前の持ち主がいたからよ。別に分かってくれなくていい。昔から私は他人と会わない。理解はするのもされるのも苦手。あなたとは麻薬ね。寂しくないのか？ここいらじゃよく言うでしょ。知らないわ、周りのことなど。私は私、それだけってね。寂しさが自由な振る舞いのつけだってんなら喜んで払ってやるわ。強い娘だ。ただ、まあ、
かんざしの付け方は練習しようかな。きっと似合うって言ってくれた人がいるから。可愛いことも言えるんだな。